皆さんやってまいりましたね。全レスゾーンゼロ、ジェン初登場ということで。はい、ジェンちゃんが来ましたね。もうジェンちゃんはね、ほんと可愛いんですよ。あの、めちゃくちゃ、なんてエッチなお姉さんって感じがして、おっぱいもでかいし、お尻もでかいし、なんといっても、太ももがもう太くてパンパンで最高も。やっと来ましたね。私はずっと待ってました。もうジェーンちゃんってさ、本当になんか、何がとは言わんけど、うまそうだよね。本当に。おや、硬くなってるじゃないか。あたいが楽にしてやるよ、みたいなこと言いそうだよな。もう最高じゃねえかよ。あたいよ。マジジェンちゃん最高、エッチなのすっげえ上手そう。はい、すいません、なんかすごく興奮してます。早速やってきます。はい、どうも皆さん、こんにちは。今日はこちらのゲームやっていきたいと思います。今日はね、あのね、このね、新キャラ、この全レスゾーンゼロっていうゲーム、私めちゃくちゃハマってるんですけど、今回はね、新キャラの子見て見て、これ見て、これおっぱいでっけーこのね、ジェーンっていうね、新しいキャラが来たんですよね。もう最高じゃねえかよ、おっとりゃ。ああ、なんだこのお姉さん。なんだこの、めちゃくちゃエッチそうなお姉さん。めちゃくちゃなんかうまそうなお姉さん来たぞ。わあ、最高じゃねえかわ。でね、私ね、今回、このね、ジェーンちゃんのためにね、あの、無課金で、あの、ポリクロームっていう石を貯めてきました。はい。嘘です。課金しました。ちょっと課金したんだけど、まあ、半分以上は無課金で貯めました。なのでね、頑張ってね、90連分、今回もね、50% の確率で、ジェーンちゃんが出るということで、まあね、チーンちゃんを引いた時は、もうめちゃくちゃ、いきなり二突したぐらいの、神引きだったんですよね。はい、ということでね、ジェーンちゃん、ちょっと引いていきたいと思います。ちょっと待って、緊張したからちょっとトイレ行ってきていい？いやー、回してっか、めちゃくちゃ緊張するんだけど、なんせ私学生でして、なんかね、お小遣いというかね、そう、 YouTube のね、なんかお金とかね、あんまね、得られてないので、なんかね、めちゃくちゃ課金するとかね、監督するとか無理なんですよね。だからもうね、もう一枚母体が出ただけでも超嬉しいのよね。だから早速引いていくんだけど、ちょっとボンブガチャから引いていい？ビビってるんだ俺。ビビってるから、ボンプから引いて。ちょっとボンプガチャ引くわ。はい。ボンプガチャ引いて。で、まずはこれウォーミングアップよね。ああ、大丈夫、大丈夫。で、ああ、まあ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 、出ないっすよね、これは。あたり前之助ですよね。ああ、まあとりあえず何のキャラか見てって。いや、スキップするか、ここはな。もう早くみんなジェーンのガチャ引いてとか見たいからな。何この、名探偵コナン君みたいな、ボンプ。なんか名探偵コナン君が進化したみたいな見た目してる。じゃあ、とりあえず、引いてくか。いや、怖いな、マジで。いや、怖い。はい、早速、引いてきます。もう、なんてだろう、悲しい気持ちが込み上がってくる、なんてだろう、はい、お願い。いや、怖いなぁ。まあ、とりあえず、ここは出ないっすよね。もう分かってますよ。もうね、私みたいにね、全ゼロ、もうね、プロになってくると、もう出ないってこと分かるんですよね、最初は。はい、もう大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。前回のチーちゃんみたいに神引きするかんな、俺は。あ、で、そうそう、新キャラのセス君もいるんだよ、セス君っていう。セス君っていう新しいキャラも出たんだよね。はい、A ランクなんだけどね。じゃあ、なんかこれ、乳首みたいやな。なんか乳首みたいな、なんか、ね、強化素材出た。セス君来てくんないかな、セス君。セス君は？ああ、乳首みたい。これ乳首みたい。なんかめちゃくちゃ乳首が黒くなった乳首みたい。はい、で？うん。ああ、出た！いや、アンビーちゃんね、アンビーちゃん。アンビーちゃん、太ももがええの。かわええの。かわええの。この太ももとこう、ムニムニュしたい。ムニムニュしたい。ちょっとパンツみたいわ。はい、で、これ、オッケーで。ああ、まあ、ここは出ないですよね。オッケー、オッケー、オッケー。ああ、まあ、ここは想定内。ここは想定内。全然大丈夫。じゃあ次行こう。さあ行こう。大丈夫だ。さあ、ここで来たらちょっと運がいいんじゃないのって感じ。あ、そうっすよね。まあ、来ないっすよね。そうっすよね。当たり前っすよね。当たり前の助ですよね。セス君。セス君来てくんないかな、セス君。あ、来た来た来た、セス君。セス君ね、セス君はね、なんかかっこいいっすよね。イケメンなんですよね。本当になんか、ね、こんなやつがね、こういうイケメンが勝ちっていう世界なので、なんか羨ましいっすよね、本当に。私もこんなセス君みたいなイケメンで生まれたかったな。あ、で、乳首ね、乳首があって、あ、で、もう一体 A ランクいたよね。A ランク誰、セス君。とつりたいよ、俺、セス君。でもセス君
とつって使ってみたいがんね。はい、で、どうでもいい、どうでもいい、こんな強化素材は、乳首出た。乳首の確率高くね？めちゃくちゃ乳首出るんだけど。はい、で、なんていうの、戦闘中のボール見て、アンビーちゃんね。アンビーちゃん美しい、あら、かわいらしいわね。そう、脇舐めたい。脇ペロペロ舐めたいわ。ね。もうめちゃくちゃ可愛いから脇舐めたいわ。きっといい匂いがするんだろうな。はい、じゃあね、いや、回していきます。はい、もうね、ジェンさん、お願いだよ。俺はジェンさんのことが大好きなんだよ。いやはい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 。まあ、想定ないっすよ。はい。想定ないっすよ。私は思ってました。想定ないです。はい。もう大丈夫です。全然、精神がちょっと壊れそうなぐらいだけです。はい。ちょっと精神が病んできただけです。はい。じゃあ、これやってって。はいはいはい。で、なにこれ？え？密林の食いしん坊かわいい。なんか、フォートナイトのなんか、好きに似てるな。はい。で、で、もう一体 A ランクいたよね。大丈夫かな？もう一体の A ランク。ああ、アンビーちゃんですね。アンビーちゃんはナイスが出ても嬉しいよ。俺、アンビーちゃんのこと大好きだからね。めちゃくちゃ好き、かわいいよ。めちゃ、チューしたい、ティープキスしたい、ベロベロしたい、かわいい。はい、で、まあ、今んところ普通だけど、そろそろここで出したい。そろそろここで出す。最高。お願い。うん。あ、みんな、終わってるかもしんない、今回終わってるかもしんない。あ、ダメかもしんない。あ、もうダメかもしんない。私ダメかもしんない。アンビーちゃんね。アンビーちゃん大好き。細いわね、足が。足が細くて理想的な女性って感じで素晴らしいですね。あー、で、もう一体ね、なんかセス君がいいな、セス君。セス君がいいな。セス君とつりたいよ、俺。セス君のこととつりたいよ。はい。で、セス君ね。はい。セス君貫突したらセス君の裸見れるのかな。この全ゼロ的なやつはね、女キャラはね、貫突すると裸見れるんですよ。はい。で、セス君も裸見れんのかな。まあ、セス君の裸なんて見たくねえけど。はい。で、もういいよいいよ、セス君。あー、アンビーちゃんね、いいよ。アンビーちゃんは何体出てもいいですよ。可愛いからね。可愛いし、チュッチュしたいからね。あー、可愛いわね。この絵素晴らしい。相手はもう回してきますね。お願い。私、壊れるかもしれません。あ、やばい、気持ちよくなってきた。気持ちよく、あれ、やばい。なんか、すごく、気持ちよくなってきた。うん、50% 確率出るかんね。はい、気持ちよくなってきた。やばいかもしんない。はい、乳首、黒乳首な。外国人の女性の乳首。あ、もうダメだ。オレンジみたいなのね、出てね。あ、で、セス君がいいな、セス君。せめてセス君。はい、セス君、ありがとうございます。セス君、かっこいいね。ありがとう、セス君。はい、セス君、イケメンやね。はい、もう、やばい。私、もう壊れるかもしんない。やばい。怖い。もう壊れるかもしんない。あと20連しかできない。壊れるかもしんない。私。あ、壊れる。壊れる。さあ、お願い！あれ？あー、これ、もしかして天井行くパターンっすか？あれ？前回の引きはどこ行った？あれ、前回亀引きしたよね？前回チーちゃん二突したんだよね？ねえ。これ、ジェーンさんの時来ないってなんなん？チーちゃん見た目的にはあんま好きじゃないからさ。チーちゃん可愛いけどさ、見た目的にはロリすぎてあんま好きじゃないからさ、なんか、え？こういうのって物欲がない方が出るってこと？そういうこと？はい。あと10連しかない。もうどうしよう。まあ、とりあえず引くかんね。はい。もう出なかったらおかしいかんね。はい。で？で？いいっすね、いいっすね。はい、来ましたね。これ2体ポンポンポンと出ちゃってもいいんですよ。あ、1体っすね、最後の1体。これ、ジェーちゃん出たら私は叫びます。もう超叫びます。もうめちゃくちゃ叫びます。さあ、お願いだ。ジェーちゃんが来てくんなきゃ俺はもうダメだ。生きていけないよ、ジェーちゃんがいなきゃ俺は。ジェーちゃんが、誰？あれ？こんなキャラ持ってたっけ？ハイパーウィル。これ新しいキャラ？あれ？違うよな。待って、怖い。まだだな。次？いや、違う。この次だな。この次分かってる。行くぜ。は？あ、まだだ。あ、この次だ。怖い。うわ、まだだった。この次だ。絶対この次。行くよ。3、2、1、ゴー。ん？え？え？ちょっと待って。そういう感じね。そういう感じね。オッケー、ちょっと待って。心の整理がつかない、待って。
やばい、待って、この10連かけるしかない。この10連出たら神、お願い、じいちゃん、ああ、やっぱ、あれ、あ、セス君、あ、あ、あ、ちょ、一回落ち着いていこう。通常ガチャ引くか。え、待って、やばい、ここの整理が追いつかない。あ、あ、あ、もうこんなの出ねえよ、ゴミがよ。こんなん出ねえよ、ゴミがよ。あ、クマなんてどうでもいいよ。え、待って、待って、待って、もうすぐ、心の整理がつかない。心の整理がつかない。待って、やだ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 、そんなことありえない。え、嘘でしょ、え、え、嘘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 でしょ、待って、これ、ちょっと交換して、待って、心の整理つけ、心の整理つけ、待って、心の整理がつかない。待って、俺やばい、ちょっと待って、やばい、心の整理がつかない。いや、これは課金しようかな。課金、あ、ちょっと待って、課金してこようかな。あの皆さん、課金しようと思ったんだけど、冷静に考えてみたら私、あのお金あんまないので、あのやめますよ、本当に。ちえちゃんが、惜しかったのに、どうしてだ、これ一回出ないかな、一回出たら神なんだけど。無理だこれ、やばい、これ一回出たらいいんだけどな。まだあるか、まだあるか、もうねえわ、もうねえ、くそ。まだ俺はあがくぜ、俺はあがくぜ、まだやるぜ、クソがよ。ああ、本当に泣きそう、私泣きそうです本当に。いや、 50% の確率ならいけるかなって思ってたのにさ、やっぱいけないもんだね、人生って。人生うまくいかないんだね、そうやって。うまくいくもんじゃないんだね、そうやって。うまくできないようにできてんだね、本当に。あ、もうムカつくわ本当に。なんだよこれ、もうつぶ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 、クソがよ。おい、なんでだよ、おい、なんで出ねえんだよ、クソがよ。おい、おかしいんじゃねえのかって聞いてて、これ、おい、こんなね、ゴミ引きするかって言ってんだ。前回紙引きだったじゃねえか、俺、これ。あ、じゃ、これ、セス君とつって、これ、セス君の裸とか見れんのかな。セス君の裸とかあんのかな、これ。貫突したセス君の裸見れんのかな、これ。ねえ、ちょっとセクシーなポーズして、あーみたいな、男優みたいな、なんか AV 男優みたいな格好してやってんのかな。ちょっと見てみたいよな、セス君の裸の姿。なあ、これやって。あ、これ使うのもったいねえな。あ、でも、まあ、とりあえずあの、これセス君使っていこう。セス君使ってみら。とりあえずセス君使おう。クソがよ、大人になったらめちゃくちゃ稼いで課金しまくるわ、このゲームに。おい、YouTuber 一発成功させたっかんな、俺は絶対。俺見てろよ、みんな。俺 YouTube 絶対成功させっかんな、見てろよ。もう悔しいわ、絶対将来金稼いで、全ゼロに課金しまくろう。もう許さねえかんな、ほんとに。もう許さねえ、もう。クソがよ、あんたりよ、こんなことあるの。ね、あるんだけどさ、 50% だってね、結構低いかんね。あ、じゃあとりあえずあのセス君じゃないな、誰を強化したいんだっけ俺は。シュエンさんは今強化レベル10まで来て、60マックス来てるから、これだ、これチーンちゃんをアップしたいんだよね。チーンちゃんアップしたいから、じゃあちょっとチーンちゃんの素材集めに行くか。でチーンちゃん集めに行って、ちょセス君使ってみたよね。ランク低いけど、ランク低いから、セス君使って、はい、これ使って、ちょっとこれニコちゃんからちょっとセス君にしてみるか。はい、これを見て、みんな警備隊特務捜査官になったよ全員。うわ、いいな、なんか並びが完璧じゃないの。あ、じゃあこれやっていくか。うわ、マジ悔しい、なんだこれ。おい、こらよ、おい、こらよ、ジェーンさんに振られた気分ってこういう気持ちなんか。あ、ジェーンさんに振られるってこういう気分なんだ、マジ悔しい本当によ。でセス君はどんな感じ。セス君は、あー、電気タイプで、なるほどね。で、これで、いや、シュエンさん強すぎな、シュエンさんが強すぎて、弱く見えるわ。まあ、レベル、60まで、マックスまで上げてないから、ちょ、弱いのはあるだろうけど、これ強いのかな、セス君って。どうなんだろう、攻略サイトとか見てないからわかんないけどさ、セス君強いのかな。でも、チーンちゃんはね、これ、チーンちゃんはね、もう強すぎる、ほんとに。バカクソ強い。もう、シュエンさんより一歩上手みたいな、さすが先輩みたいな感じで、めちゃくちゃ強いのよね。あ、で、これ使って、あ、で、これチーンちゃんにして、
いやもう見てこれ軽く1万ダメージとか出してんの、もう最強じゃねちんいちゃん。あーでもこれ使ってって、おら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 、あーよい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 しょよいしょ、あーでこれどんどんいって、あーちんいちゃんやっぱ使って楽しいわ、ちんいちゃんに一つしてよかったわ俺。はい、あーで、あーでまたこのザコどもが出てたぞ、もうちんいちゃんの前ではザコだぜお前ら。あー使ってって、あー行くよ行くよ、あーどんどん行くよセス君、うん、ザコセス君、ザコまあランク上がってないからだけど、ザコ、はい、みんなも一緒に掛け声、はい、みんなで一緒にこれ言おう、せーの、サプレッサー K22 ゼータ発射爆破、あ、バチコシコ、あ、どいてー、いや聞いた？今聞いた、みんな。セス君、無理はしないでって。シュエイさん最高。ね、シュエイさんめっちゃ好きなんだけど、俺。全ゼロの中で一番シュエイさんが好きなんだけど、俺も、そう君、無理しないでって言われたいわ、ちょっと。言われてよ、ほんとに。ほんと言われて、そんなこと言われたら俺、毎日頑張れちゃうからね、ほんとに。もうシュエイさんの一言聞いただけで、俺もう頑張って、もうどこもかしこも元気になるわ。下も元気になっちゃうわ。あえてこれ言って。ああ、やべえ、もうシュエイさん、シュエイさんとなんか、なんて言うんだろう、やばい、気持ち悪いこと言いそうになったからやめる。みんな、諦めきれねえから、俺、これ、このさ、なんだかこのなんか、全勝きちんとなんか、これ戦ってさ、ちょっとさ、やっていいかい、あの、語彙力が、ショックすぎて語彙力が低いやけど、あれ、これ使って、で、ここは、ニコちゃんがいいよね。ニコちゃんにして、で、リーナちゃんでしょ、リーナちゃん、で、11号ちゃん、からの、まあ、アンビーちゃんでいいか、もうランク高い順、もう適当に選んでるからね。私、そんな詳しくないので、はい、で、これで、編成確認して、じゃあ、ちょっとこれで集めて、最後、一回、希望の一回回して終わりにしようか。さあさあ、シュエイさん、かわいい。おっぱいでかい。あー、やばい。シュエイさんのおっぱいも見た。キモすぎる。シュエイさんのおっぱい、もみてえ、ちょっと。ふたもみ、ふたもみ3万円でもいいから、もみてえわ。ふたもみ3万円なら安いもんよ。ふたもみ3万円でもみてえわ。あー、ええな、あー、で、これ使ってって、これ長くなりそうだからカットすんね。いや、やっぱ、ちんちゃん、強えな、これ。見てみんな、これ、ちんちゃん。バカ強えやけど、このちんちゃん。このレベルマックスのちんちゃん、バカ強えんだけど、これ。何これ？もう、マジ強えんだけど。あいで。太ももが素晴らしい。あいで、ゴー戦って、おい、ゆえ。うわぁ、うわぁ、で、ちいちゃん、ちいちゃん、だね、間違えた、シュエイさん、はい、で、これやって、うわ、強すぎるわ、マジ、最強やわ、ちいちゃん。ちいちゃん、最高やな、マジで、強い、あやいで、これやって、さあ、次のステージ、レッツゴーで、あ、リナちゃん来るよね、リナちゃん。で、あー、リナちゃん、リナちゃん見てこれ、みんな見てこれ、リナちゃん、あ、ちょっと、あ、見てこれ、おっぱい、あら、やだ、また、ボインボインしてる、あら、やだ、ボインボインして、見て見て、あーと、ほぼパンツ見える、あー、やばい、これ見て、これ、太もも、最高じゃねえか、おい、ちょっと、もうちょっと見せて、もうちょっとパンツ見て、もう頑張ってパンツ見て、あ、パンツ見える、パンツ見える、頑張ってパンツ見よう、はい、で、これ戦ってな、なんか、ごついやつ来た、ザコソ。みんな、さっきの戦い負けたんだけど、無理やった。なんか、あいつ硬すぎて弱そうやなって言ったけど、めちゃ強かったわ。もう無理やんけ。あ、で、シュエンちゃんね、はぁ。もうなんか、すごくなんか、ジェイちゃんが出なくて、私はショックですよ。ジェイちゃんのことを私は愛したのに、あの人は振り向いてくれなかった。やっぱな、あれ、高嶺の存在というか、あれなんだな、やばい、あれなんだな、みんなに人気だから、あれなんだな、ダメなんだ、俺みたいなクズ人間はダメなんだな。ジェイちゃん、ジェイちゃん、でも俺にはシュエイさんがいるから、シュエイさんで我慢する。シュエイさんで我慢するってなんか良くないな。シュエイさんがいるから、シュエイさんで満足してるもん。あーで、言って、もう何言ってるか分かんないよ、自分でも。はい、で、こうやってって、あ、避けての早すぎる。あ、で、これやってやって、あ、撃って撃って、撃って、早い、ちょっと待って、早いな、お前。お前、早いな、やるな、俺、ワクワクしてきたぞ。あ、で、これ撃って、早いな、お前、早いな、速さだけが取り柄か、小学校で足が速かっただけの、頭が悪いクソガキってことか、やってくから、俺、やるぞ、これ。もう自分でも何言ってるかわかんねえ、足が速いだけのクソガキがよ、頭も使え、バカがよ、あ、で、これやって、ちいちゃん出番ですよ。あ、で、これ言って、あれニコちゃんにして、あれチンちゃん、チンちゃんじゃ間違えた、シュエンさんにして、あれでこれ撃って、はい、サプレッサー K22 全弾発射、ボーあー、バカがよ、頭使え、脳みそ、脳筋野郎がよ、クソがよ、あれでこれやって、あ、もうチンちゃんが好き
いや、アンビーちゃんっていいよな、このね。これ、アンビーちゃんとリナちゃんめっちゃ好きだよね。もう好きなやつ多すぎない？すぐ浮気するタイプや、これ。すぐ浮気するタイプや、俺。すぐ、あの子可愛いからあの子と付き合おう。今の女捨てよ、みたいな。クソ男やじゃねえかよ。一人の女を愛せないタイプ。いや、そんなことないよ。俺、一人の女愛すタイプだからね。そんな浮気するタイプじゃないと思う。わかんないけど。まだ、あの、18歳だからさ、あの、そういう、なんか恋愛経験とか浅いからわかんないけどさ、俺多分浮気とかしねえと思う。大丈夫。一人の女を愛すタイプで、またお前かい！さっきのやつやん、こいつ。さっきのやつがまた出てきたんやけど、なんやこいつ。あ、リベンジマッチと行こうか。リベンジマッチしますか。リナちゃん可愛いね。リナちゃんのお尻とか見てみたら絶対可愛いよな。絶対大きくて可愛いよな。あーで、こんなブカブカのスカート開かないでピチピチのタイツでも履いてくれたらいいのにな。あーで、これ、あー、こんな、いいね、いいね、いいね。リナちゃん可愛いね。あー、美しい、美しい。もう何言ってんだ。さあさあ、みんな溜まったぜ。一回分溜まったぜって。一回これで回すぜ。俺これ出しちゃうんだよな、これ、ジェアちゃん。もう俺の愛はね、一回、この一回で出しちゃう。俺の愛がデカすぎて。さあ行きますわ。これで、出ちゃいますかね。はい。で、うん。あ、気持ちよくなってきた。じゃあね、最後にこれ引くか。これ10連分あるから、これ10連分引くか。あれで、うん、これでなんか出たら、まあ、少し気持ちが楽になるかな。出ないんだね。追い打ちをかけるように出ないんだね。ひどいね、君、そういうところ。そういうとこひどいね。あ、待って、まだ1回分あったわ。まだ1回分あった。ちょっとこれで引いちゃいます。これでジェイちゃん引いちゃうからね。みんな見てて。行くからね、見ててみんな。行くよ。うん。出ちゃうかんね。あ、もう無理や、これ。これ無理や、絶対。無理なやつや、もう。ああ、もうためろうがない。もう今日の動画、終わりします。はい、ということでね、今日はね、前列ゾーンゼロのね、ジェーンちゃんのガチャ引いたんだけど、はい、大爆死でしたね。大爆死でもうどうしようもないぐらい、心に傷がついた傷だらけ。もうジェーンちゃんに振られる気分ってこういう気分なんだ。でも私はね、あの、あと10、あとね、あの80連か、80連回せばジェーンちゃん確定なんで、それまでになんとかね、こう自力で貯めて、あの、ジェーンちゃんはね、出すと思うので、はい、その時はあの、よろしくお願いします。何がよろしくなんだろう。はい、ところでね、すんごく傷ついた。はい、ところでね、今日のゲーム実況はこれで終わりたいと思います。さよなら。